デスマーチから始まる、異世界競争局は、愛7広による日本のオンライン小説及び、ライトノベル。略称は、デスマ。小説掲載サイト、小説家になろうにて2013年3月3日から2020年3月8日に、かけて連載された。総 PV 数は10億を突破している。書籍版はカドカーから発行され、イラストは主義が担当。 あとに2015年10月に創刊した、ウェブ発作品の小説レーベル、角川ブックスに編入され、期間分の改装版が発行された。2021年7月時点で、シリーズ累計発行部数は420万部を突破している。書籍化に際しては、大幅な開講が加えられており、エピソードやキャラが追加される一方で、既存要素の改変。 整理が行われており、登場するタイミングが異なるキャラクターなども多い。オンラインゲームの下請け会社に勤める、アラサープログラマー、鈴木一郎。後輩の失踪によって、複数のプロジェクトを並行して手掛ける中、仕事に一区切りをつけて、仮眠を取った一郎は、唐突に異世界の荒野で目を覚ます。視界には見慣れたゲームによく似た、ユーザーインターフェースが、 名前は普段テストで使用している、キャラクターネームであるさ a 2となっており、レベルは1だった。これは、夢かなどと考えていると、レベル50の敵が300体前後出現し、弓によって300体全員に攻撃される。しかし、初心者救済システムで1体を残し倒してしまう。それによりレベルは3 1 2上昇し、異常な能力値、巨額の財産や財宝を得た。 正気を保つためにこれは夢だとサトゥーは自身に言い聞かせていたが、やがて現実だと受け入れた後に、せっかくの機会だから異世界観光と元の世界へ戻る方法探しを同時に行おうと決意する。こうして、サトゥーの異世界観光が始まった。チーム、ペンドラゴン、清流白爵料、クハノウ白爵陵幻想の森ムーの断色料、森巨人の里ボルエハルト実治 大ック公爵領、テニオン神殿貴族市民その他名宮都市、セリビーラ貴族名宮方面軍探索者ギルド名族、その他、越後屋介王と塔家氏が、八ギ氏が三十三世貴族その他、レッセウ伯爵領ビスタール公爵領、ゼッツ伯爵領勇者、ハヤトチーム歴代勇者国民、アジンいわゆる人族以外の人種。シガ王国では、約年前のアジン戦争のに、 大きな弾圧が行われたことなどから現在でも根深い差別が残っている地域も多い。基本的に種族をまたいで荒廃することは不可能で異世界にはハーフの種族は存在しない。1から2巻は2020年に愛坂あかねカの朗読でオーディブルにてオーディオブック化されている。コミック誌月刊ドラゴンエイジで 主に書籍版の設定に準拠した漫画版がアヤメグムの作画により連載されている。また、ドラゴンエイジでは、アリサを主役にした、ガイデン、デスマーチから始まる、異世界競争曲 X アリサ王女の異世界奮闘記が、セガミヤキラの作画により2018年3月号から8月号まで連載された。2016年に、 アニメ化が発表され、2018年1月より3月まで、東京 MXATX 他にて放送された。監督は、オールマシン、アニメーション制作は、シルバー・リンクとコネクトが担当する。ありがとうございます。